あらすじー。ノイズの最後の工作モンスターアイスプールタートル現る。みんな氷の水の中に閉じ込められちゃった。だけど氷のエルドラドたちと強いシャドウの仲間たちでみんなを大救出。アイスプールタートルも仲間にしてスーパーウェポンを取り戻せたと思ったら、カップくんの裏切り。カップくんはもともとノイズ工作モンスターだった。捨てられた復讐に燃えるカップくん。スーパーウェポンの力で操られお互いを傷つけ合うエルドラドたち。ボロボロになったラブドラゴンにとどめの一撃が。嘘だと言ってくれ。ラバドラゴン！ここまでか。なんだカップ？来てくれたか、バトルリノ、マグマリゾード。助かったよ。無事でよかった。よくないカップ、ラバドラゴン倒せなかった。もしよしカップ。何？シャドウドラゴン！どこまで悪魔なんだ。俺は悪くねえ。ダメだ、間に合わないよ。お前は白いミニクリーチャー？お、僕たちの仲間も来てくれたみたいだ。カタパルト。その乗り物かっこいい。その鉄の玉でカップ君をあっと言わせるんだ。うるさいカップ。わあ、もうやめてくれ。早くみんなの操りを止めないと。僕の邪魔はさせない。初めての戦いでまだ練習不足なんだ。そんな、おちょくってるカップか。そしてもう玉切れ。大ピンチ。おふざけに付き合ってる暇はないカップ。まずいよまずいよ。俺は知らねえ。今動けるのはカタパルトだけ。玉があれば。これが使えそう。このままじゃみんなが持たないぞ。サンさん何してるのさ。髪を丸めて玉を作ったんだ。いってー、カタパルト。惜しい。まだまだ。お願い。当たった。すごい。どんどん投げてカップくんから仲間を救い出すんだ。動きづらいカップ。体の自由が戻ったであります。カップくんが動けないからだ。あのスーパーウェポンを奪うことができれば。これはチャンスだ。できるさ。なあラバドラゴン。ああ、みんな立ち上がれ。スーパーウェポンより俺たちの絆が強いことを証明するんだ。いざ行け、エルドラーズ。出る。ああ、行くぜベイビー。ミニクリーチャーの力も見せつける。もうやめるんだ。カップくんと戦いたくないよ。そうだよ、こんなの悲しいよ。うるさいカップ。人なんてもう
戦うしかないのか。待て、カップ君、もうやめよう。今までのことが嘘だとしても一緒に戦ってきた仲間じゃないか。そうだよ。やっぱり僕はそんなこと言う。ラバドラゴンが大嫌いだ。カップ何弱っていたのは不利だったか。ラバドラゴン危ない。もういなくなっちゃえ。うがー、シャドウドラゴン大丈夫か。お主は本当に甘すぎる。そして優しい。マジかよ。付き合いだ、カップ。ガー、これはどうだ、カップ。カップくん、ダメだろ。シャドウドラゴンの言った通り、ラバドラゴンは甘いカップね。僕はそうはいかないカップよ。それでも俺は止める、カップ。みんな、いなくなれば何も考えなくていい、カップ。もっと剣の力を使えば。またしびれる。カップ、スーパーウェポンよ、最強の力を見せたまえ。それは本当にまずいよ。キャウキャウキャウ、キュピ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 、シュル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 。なんだ、カップ。ミニクリーチャーたち？おぼ、僕の仲間たちが来てくれた。このミニクリーチャーたちはとってもとっても暴れん坊だ。まだ僕の邪魔を。もうキリがない、カップ。すごい。いいぞ、このまま押し切るんだ、ベイベー。まだだ、カップ。もっと力を引き出す、カップ。痛い。カップくん、どうしたの。みんな、大丈夫か。まずい。邪悪な力が強くなってる。スーパーウェポンの力がカップ君を飲み込もうとしている。このままじゃあやつがやられるぞ。そんな、カップ君、剣を離して。嫌だ、カップ。こんな痛みくらい。カップ君、もうやめろ。ノイズ、俺様特製マジックハンド。掴んだか。離す、カップ。離さねえ。俺様が間違ってた。俺様が勝手に失敗作だと決めつけて、今度はお前とちゃんと向き合うんだ、ノイズ。そうだよ、工作に失敗なんてないんだ。そんな噂だ。イエーイ。言ったか。何を起こすつもりだ。マグマティラノサウルスが。まずい、乗っ取られたぞ。
みんな頑張って立ち上がれ。マグマティラノサウルスを抑えるんだ。くっ、暴れるな、ベイベー。わあわあ、こうなったら我が輩が剣の力を吸い取ってやろう。ダークドレイン、どうだ、我が輩の力となれ。よし、いいぞ。このまま、シャドウドラゴン、途中で弾かれただと、力が弱すぎる。手強いやつでごわす。みんな、どうして。カップ君が僕たちの仲間だからだ。仲間、今までカップ君と一緒にいた時間は、お前さんは嘘だと思ってたかもしれねえが、私たちにとっては全部本物であります。みんなうますぎるよ。そして優しい。お主も分かってきたようだな。おい、助けるから待ってろ。こんなもん抜いてやる。なに、どんどん力が強くなってるだと。俺様の回転切りで、そこ知れない魔力だ。おい、武器が奪われていく。そんな能力まで。我が輩たちを畳みかけるつもりか。このままじゃカップ君が、ちっしゃー。俺が向かう。ダメだ、そのままじゃやられるだけだ。武器もねえんじゃ。僕たち今まで工作でピンチを乗り越えてきたぞ。それだ、今までの工作でパワーアップ大作戦だね。これでみんなは強くしてくれってか。ゴーリ、これも使え。ノイズ、みんな、うん、僕たちに任せて。いっさ、ほいさ。いつもサンサンたちの工作に触れると力が溢れてくる。そうだぜ、ベイベー。この仲間たちにも武器を作ってくれないか。任せて。キッズ綿棒にテープを巻いて刺すこと。あとはそこに武器の形に切り取った紙を貼り付ければ。すごい、あっという間だ。さあ、準備はいい。カップ君もマグマティラノサウルスも助けるんだ。みんな、行くぞ。任せろ、ベイベー。はい、ナバ様。いざ参る。みんなもグッドボタンで応援して。ごめん、カップ。カップ君、勝手に諦めるな。カップ君は一人じゃないであります。そうだぜ、ベイベー。大丈夫だ、俺たちは工作の力で進化したんだ。工作？そうだよ、カップ君。工作にはいろんな可能性があるんだ。どんなものにだってなれる。失敗なんてないんだ。僕も失敗作じゃない。俺様と一緒に続きを作るぞ。ノイズ、よし、動きが鈍くなってきたぞ。スーパーウェポンに向かって一斉攻撃だ。これで終わらせる。いったか。カップ、よかった。待て、スーパーウェポンの様子がおかしい。もう力を失ったんじゃ。まずい、残りの力を放出しようとしている。最後の悪あがきか。この攻撃を受けたら無事では済まんぞ。このまま爆発しちゃうんじゃ。カップ、おい、何してんだ。カップ、ダメだ。
なんて爆風なんだ。おい、そんな。この後に及んでまだ。スーパーウェポンが力を取り戻す前にみんなで封印するぞ。ああ、こんなものは誰も触れてはいけなかったんだ。みんな、カップ君の勇姿を無駄にするな。はあ。うわ。シャドウの力も込められている。もう簡単には解けぬ。でもカップ君が。おい、しっかりしろ。どうしてこんなことを。だって僕たち仲間だ、カップ。おい、お前ってやつは。大切な仲間を守りたかった、カップ。カップ君、ノイズ、また生まれ変わるなら。ダメだ、それ以上言うな。またノイズの工作になりたい、カップ。ジェイシャもできなかった。すまぬ、カップ君。そうやって諦めるなんてお主らしくないな。何？シャドウドラゴン？我が輩にはまだ皆に伝えていないことがある。我が輩はダークドレインで敵の力を吸い取ることもできるが、逆に力を与えることもできるということを。リバイブ、生きろ。頼む。カップ、カップ君、なんてことだ。あんたすげーぜ、ベイベー。うるさいぞ。おい、もう大丈夫なのか。助かったぞ、シャドウドラゴン。うん、仲間を守ったまでだ。ああ、そうだな。かっこいい。おい、サンサン、クモリン。これは僕たちのお城。すべてを手に入れることに俺様は囚われてたが、こいつがいれば十分だ。たぶー、よかったね。僕たちもいっぱい仲間が増えたし、いっぱい遊んじゃいますか。賛成だぜ、ベイベー。みんな気に入ってるかい。最高だぜ、ベイベー。工作モンスターたちも嬉しそうだね。大きな仲間たちだ。しっかり良くなったな。ノイズが直してくれたんだ。ノイズも一緒に遊ぼう。ゲゲ、バレちまったか。まあ少しだけだぞ。わーい、タカップ。遠慮はしなくていいからな。じゃあ鬼ごっこがいい、カップ。俺様もやるぜ、ベイベー。まだまだ子供だな。なんだと。ストーンモンスター、シャドウマスターロボット、シャドウドラゴン、
私と立ち向かって最後は必殺エルドラのインパクト。だけどすぐに次の工作モンスターが現れて一体どうなっちゃうの。また次から次へとしつこいやつめ。俺様をなめるなよ。この剣もあの城もこの世界も全部俺様のものだ。行けアイスプールタートル。受けて立つ。行くぞシャドウドラゴン。勝手に指図するな。まとめてこい。はっ、ラバテイル。くらえシャドウウィング。ぐぬぬ。よし、こんなものか。なんてんだアイスプールタートルよ。そのまま相手を凍らせろ。なに、体が動かない。だと、そのままアイスプールタートルの中に落ちていけ。ラバドラゴン、シャドウドラゴン。なめた真似を。ラバ様、すぐ先行くなってベイベー。助けるぜベイベー。みんな、この敵の攻撃に触れると凍ってしまうぞ。シャドウの力を見せるのだ。エルドラーズ突撃。僕も助けるカップ。なんだ？あれに黒いストームスター。あの時元に戻ったはず。ふっ、来たか。シャドウストーンモンスターよ。シャドウストーンモンスター。やつは昔から我が輩たちの仲間で、シャドウの中の一番の暴れん坊だ。それにシャドウライオンとシャドウウルフも駆けつけてくれたか。まるで双子みたい。大勢でいつもかかってきやがって。だがこれはどうだ、アイスウォーター。なに、水だと。ラバドラゴン、まずいよまずいよ。スキャリーアイスブレース。スミッティに壊せ。なんてことを。もうここからは出られないぜ。すごいカップ。やめろ。邪魔するな、アイスブレース。なに、凍らないだと。そっか、氷のエルドラドたちはもともと凍ってるもんね。そうだぜベイベー。そう、ここは俺様たちの、私の出番さ。いいところ取られたぜベイベー。だけどこれじゃあ手が届かねえぜ。キャッキャッキャッ。そうだ、助けれねえだろ。どうしよう。いや、今まで僕たちは乗り越えてきた。何かいい方法が。そうだ、ピコッとひらめいた。何、本当かベイベー。どこかに洗濯バサミと紐はないかな。みんなで材料を集めるぜベイベー。シャドウとエルドラドたちを助けるんだ。
紐の先に洗濯バサミを結びつけたら、これってもしかして、そう、アイスジャイアントさんの腕が釣り竿に変身。釣り？やってみたらわかるよ。紐とつながってる洗濯バサミを水に落としてみて。こうか。へん、釣りなんてくだらねえ。あとは仲間の体に洗濯バサミを引っ掛けるんだ。アイスジャイアントならできる。ギャーギャーギャー、そんなんで助けられるわけ。なに、釣れた。やったぜベイベー。でもまだまだいっぱい助けなきゃ。みんなにも釣りの工作をつけてどんどん引き上げよう。よいしょよいしょ、エッサンポイちゃん、洗濯バサミがもうない。そうだ、このフックも結びつけよう。エルドラドとシャドウが一つになっている。おい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 、何すんだ。見よ、私の華麗な釣りさばきを。助かったぞ。でかした。なんだった。みんな動ける。ここは俺に任せろ。みんなの熱い思いで体が温まってきたところだ。今度は俺がみんなを温める番だ。ラバヒート。こりゃ温まるでごわす。私も手伝うであります。なんだこのぬくもりは。我ら復活。何、さあ反撃ののろしを上げるとしようか。今までのお主との戦いで僕たちはどんどん強くなってるんだ。またいつの間にそんなもの。みんなが戦ってくれてる間に作ったのさ。この仲間を信じ合える絆が俺たちの強さなんだ。絆、ふん、悪くはないな。タップ、それがなんだ。悪あがきはよせ。よくやった、シャドウマスターロボットよ。いくよ、カメさんもいい子になーれ。エルドラドインパクト。俺たちも続くぞ。タップ我が輩たちも続くぞ。取り戻すぞ。僕に任せてカップ。やった、手に入れたカップ。ありがとう、それを僕にちょうだい。何言ってるカップ。カップくん、僕はこの時
何？やめるんだ、仲間だろ。ああ、うるさいカプ。信じてた人に裏切られた僕の気持ちがわかるカプか。ゴー、ラブドラゴン。おい、しっかりしろ。仲間とか絆とか、くだらないカプ。カップくん、いいな。こいつの思いはまっすぐすぎるが本物だ。カプね、僕はあの時信じることをやめたカプ。絆なんて簡単に壊せることを見せてあげるカプ。スーパーウェポンよ、最強の力を貸したまえカプ。シャドウドラゴン、ガー、ホイスジャイアント。おいおい、何が起きてるんだ。我が輩ではない。体が勝手に動くのだ。こいつはどうなってるんだ。ベイベー、仲間を傷つけたくないのに。これは全部お前の仕業なのか。カプ、僕がみんなの体を操っているカプ。僕はナイフよりうまく剣の力を使ってるカプ。みんなやれるんだ。無駄だカプ。操っている者たちは僕がいる限りみんな戦い続けるカプ。止められぬ。このままではお前が、いっそのことこの我が輩に。ダメだ、絶対に俺は仲間を傷つけない。ラバドラゴン、お願い、もうやめて。みんな、もっと傷つけ合うがいいカプ。僕の痛みはこんなもんじゃないカプ。お前、すまぬ。が、ラバドラゴン、もうボロボロだよ。俺は大丈夫だ。頼む、ラバドラゴン、避けてくれ。このままではお前は、ガドラゴン、アイスジャイアント、アイスグリフィン、シャドウマスターロボ
たちと